ロバート・サミュエル・ランダー・ジュニアは、アメリカ合衆国の生態工学者、実業家。マサチューセッツ工科大学で、化学工学科及び生物工学科の教授職を務めている。MIT 最高位の教授インスティチュートプロフェッサーの一人。ニューヨーク州オールバに生まれ。1970年にコーネル大学で学士号を取得し、1974年にマサチューセッツ工科大学で化学工学の博士号を取得した。専攻はドラッグデリバリーシステム及びティッシュエンジニアリング。1100を超える論文を出版し、760もの特許を抱えている。MIT におけるランガーの研究室は年間$1000万の研究費と100人を超える研究者を抱える世界最大の生態工学研究室とされている。またモデルナ等バイオテクノロジーのベンチャーに出資する実業家としても知られる。薬物放出制御技術及びティッシュエンジニアリングの生みの親として知られており、医学の歴史上最も多産な発明家の一人と称されている。ランガーが発明した人工皮膚や投薬システムなどの数々の技術は、癌や心臓病、その他多くの病気の治療法に画期的な変化をもたらしている。また、アメリカ国家アカデミーの4つの組織のうち3つの会員に史上最年少で選出された。180を超える主要な賞を受賞している。ありがとうございます。